今日はこちらです。こんにちは、三島光栄です。こんにちは、オーバーの雨宮です。今日はオーバーの代表雨宮にカットしてもらうんですけど、オーダーは、はい、ちょっと2風呂を今広いんだけど、はい、徐々になくしていきたいなっていうのと、はい、長さはそんなに変えたくはないからラインとか整えてもらって、はい、軽くしてもらってセットしやすく、了解です、ぐらいな感じで、はい、分かりました。調整カットです。やっていきます。お願いします。お願いします。まだ前髪上げっすよね。しかもそんな軽くもしない方がいいっすよね。うん、そこまでがっつりはしなくてもいいかなぐらい。襟足はどうします？ちょっと残します？うん、今ぐらいはなくてもいいけどね。ちょっと取ります。うん、産毛がやばい。産毛が最後どれぐらい前ですか？じゃあ高井さんに撮影で切ってもらったやつだから。クロス立ってます？立ってないですか？立ってないね。立ってない、立ってない。うん、ツーブロのこのね感じが、あ、もうやめようかな。難しい。整えてもらいたいな。僕初めてです、ミシナさんのカットするの。うん、初めて。ってか、まあ、多分オーシャンでも多分切ってもらったことある人そんなにいないよ。大二郎が珍しかったぐらいですよね。大二郎も珍しいね。まあ、シータ、シメも珍しいぐらいだから。え、誰が、あ、でもあれか、上の人か。そうだよ。いや、緊張しますね。してる感ないけど。いや、しますよ。昨日から緊張しました、僕は。明日だって感じ。はい。ちょっと嫌だなと思いながら。下向いた方がいい？いや、大丈夫、大丈夫です。大二郎とか聞いてるとき何喋ってたんだろうと思ってました。見とけよかった。大二郎何喋ったっけな。覚えてないな。技術の話したかな。いや、今スタイリングをどうやってやろうかを迷ってます。はい。まあでも上げでしかないもんね。そうですね。あと次回はカラーしたいんで。次回この2ブロックなくしていく系だから、ここ先ブリーチしてもらわないといけない。3度、殴るからか。3度デマぐらいになるかもしれない。結構根元伸びちゃってるでしょ。3センチぐらい。めちゃめちゃ黒いっすよね、根元。うん、やばいね。撮影の時はあれですか？撮影の時はまだ程よくぐらいだった。ああ、そうなんですね。うん、セットしたらそんなに分かんないぐらい。ぐらいだったんだけど。前から見ればみたいな。今は結構やばい。いや、今やばいっすね。私はちょっと運動会なかったな。そうだね。あれっす、ね、合宿がなかった。運動会ちょっとやりたかった。骨折るじゃん、また。そうなんですよ、僕骨折るんですよ、運動会。首だっけ。首の付け根をが疲労骨折しました。それすごいね。頑張りすぎて。よかったね、でも本当に歩けなくなんないで。もう気づいてなかったっすからね、1週間。痛くて病院行ったって感じでしょ。いや、痛すぎて、あの左腕が上がんなくなったんですよ。うん、しびれて、あの営業中に。怖っ。やばいと思って。いや、それまではあの筋肉痛が勝ってて、うん、いや、あの後の筋肉痛マジで地獄だよ。やばいっすよね。筋肉痛が勝ちすぎて分かんなかったんですけど、筋肉痛治ったらずっと痛かったんで、これちょっとやばいなみたいな。我慢して病院に行かないみたいにしなくてよかったな。ああ、いや、我慢できなかったんですよね。なんか月曜日に洋介さんの撮影があって、あー、あのレディースのね。そうそうそう。ああ、で、僕あの立てなかったんですよ、痛すぎて。やべ、立てねえっつって、あの撮影終わった後に一緒に病院行ってきますって言ったら、ここで撮った。コルセットつけた写真、洋介さんに送りました。Okay.
もう危なかったね。いや、めちゃめちゃ焦りましたね。ちょっとだけ軽くします。うん、まあまあ軽くしてください。はい、あ、まあまあでいいですか。まあまあ軽くしていいよ。セットしづらいですよ、この長さ重いと。いや、そんなこともないけど、はい、やれないね、いろいろ。あ、いろいろやれないですか。うん、もう動かないから、もう本当にワンパターンの感じ、うん、読まない。あ、この間あれどうでした、あの3人でやったやつ。ああ、悪くなかったと思うよ、うん、多分。いや、大変でしたよ、難しかったですよ、祭祀と石川。何やったの。いや、でもあの質問こう来て、はい、で祭祀がいたんで、ちょっと女の子も来てくれてたんで、うん、女の子を当てて男の子当ててみんな交互にやって、本当に真面目なカウンセリングみたいな感じだったよ。でもこっちは一番硬そうっすよね。うん、髪見て、カットの状態見て、こうした方がいいみたいな。すごい、技術屋3人っすもんね、うん、普通に。うちはもうマジ喋ってって感じでしたね。喋れなそうな組だね。いや、最初は結構エンジンかかるといけんすけど、石川先生はちょっとあれですよね、エンジンかからない。はい、すかしてた。すかしてましたね、だいぶ。たまにいいこと言うんですかね、めちゃめちゃ結構いいっす。撮る時間があんまりない。今度のあの何でしたっけ、PV？ と、あ、あのトレンド、あ、会議のやつ、はい、もうこれで撮ろうかな。でもあれどうやって撮るかちゃんと決めないと。そうですね、あれ打ち合わせでは今度の土曜にみんな集まるんで、明日か。中華テーブルみたいのがあればね。回って、うん、いいけど、中居の窓的な方式ですか。そうそうそう、真ん中で回していくみたいな。あ、それいいっすね、結構。なんかちっちゃいの買えばね。あれ、MC 行った方がいいですかね。 MC っていうか、その、なんか司会進行みたいな。なんかちゃんとブレストになればいいけど、なんか洋輔さんいらなくねっつってますけど。いらないかなと思うけど。どうだろう、宮島さんに。カメラあるとみんな意識するじゃん。確かに、意外とこう、回せばできる感じっすもんね、みんな。うん、こんな感じっす。どうっすか。もう大丈夫じゃない。一回じゃあ短い。そうっすね、すくと余計短いね。でこれでセットします。はい、ちょっと準備するに一回切ります、これ。あ、どうぞ。逆にね、逆に。テーマは、テーマ、テーマはいや、どうしよっかな。ちょっとワイルドな、ちょっと石田さんで。はい、あれ、俺雨にセットしてもらったこともないもんね。一回の YouTube でゲリラ。ああ、そっかそっかそっか。あの時すげえマッシュだったんで、うん、きついっすよ。もうマジ他の人に行ってほしいです。3回ぐらい雨に行くかもしれない。いや、なんか清水さんで行って清水さんがいなかったで終わるパターンとかみたいです。見たくない。清水さん、本当にホワイト朝行って、神回です、神回。今日はあの清水さんいなかったので終わりですっつって終わるみたいな。神回だよね。神回です、それこそ。でも僕マジで仕事早くなりましたね、カット、うん、早いよね、早い、はい、早いです。もともと早い方です。もともと早いです。リキももう早い方ですね。いや、でもリキは降りる手も早いですね、あれは。リキ早い。いや、王道、あいつ王道じゃないですか、うん、王道でできるのあれマジすごいだって思うんですよね。王道、時間かかっちゃうんですよ。あ、まあ、刈り上げてるとね、刈り上げの方が切るとこないもんね。じゃ、王道でこの線が多いじゃないですか、この、うん、この引き出す回数が、うん、それで速いっても意味わかんないな。尊敬。いや、もう尊敬っす、ほんと。そこだけ、そこだけ、そこだけっす。あとでかいだけ。そうっすね、でかいのもそろそろ邪魔なんじゃねえかなっていう。長いっすからね、あいつと。チーム一緒だったっけ。だし、あの美容師になった日から一緒、ずっと一緒にいます。すごい、2人一緒に来たもんね。そうそうそう、すごいね、長いね、うん、幼馴染みたいじゃん。いや、そうなんですよ、けどそんな知らないさ、あいつのこと。
ね、ちょうどいいんですよね、あの島崎との距離って。マジで お互いほんのそんな知らないんですよ。普段遊んだりしないでしょ。だっていやもうプライベートで遊ばないっすよ。プライベートで遊んだの多分5回ぐらいです。あ、まあ、9年間ででもまあまあまあそれも2人で絶対遊んでないです。あの大勢みたいな大悟がいるか、あの前の会社の同期がいるか、うん、なんで俺も同期とかってプライベートで遊んだことほぼない。で同期と遊ばないっすね。美容室の人ともそもそも遊んでなかったっす。遊ばない。だからあの第5ぐらいですね、遊ぶようになったの。同期でちょいちょい。そうですね、まあ、今全然あれですけど、あの状況も状況なんで、うん、その第5ぐらいですね。なんか真逆なんで考え方が、なんか結構あの逆のやつと仲良くなるケース多いっす。俺自分みたいなやついたらやつもん。自分みたいなやつとはなんすかね、もう結構やっぱ気使うんで何でも、うん、その一緒にいちゃったりすると、うん、大悟は気使わないんですけど、多分俺みたいなやつがいたら気使っちゃいます。結構神経質っていうか、僕結構時間守るんですけど、大悟絶対時間守んないんですよ。あいつあの休みの日っすよ、休みの日、うん、仕事じゃなくて。関係あるんかな。えだから僕あいつとあの遊ぶ約束するときあいつに30分前の時間言うんですけど、うんうん、結構上がりますよね、ビジネスさんの髪。上がるっていうの。立ち上がりますよね。立ち上がりは別に、ただワックスつけるとねだれる。あそうなの。そうなの。超シャープになりそう。D さんがやった J リバのちょっとなんか進化バージョンみたいな、うん、あったらジェット流行りそうっすけど、今の就活生とかも作ってるじゃん。いや思いつかないんですよね全然。あジェット、今日こちらです。おーすげえ。この前来た時ハセト声でかって思ったの。それいやでかいんすよ、うん、結構俺言うもんね、ハッシュタグ声でいけって極上のシャンプー号とか言っていや絶対お前何回も使ってるでしょそれ。使ってないです。お客様毎日来ないと思ってさみんなに言ってるでしょ。いや割といやうるさいんですよマジで。ハッシュタグは失礼しました。鉄板トークなんだなと思って聞いちゃったこれ。お前だって声でけって怒られたことないの、母ちゃんとかに。あります。家でも声でけえの。でかいです。家でもでかいんだ。下の階の人に怒られます。え、嘘でしょ。いや、本当です。下の階の人に怒られます。はい、どういうこと。うるさすぎて。はい、そう。あれ、俺カット講習、ハスタグ見たことあったっけ。あ、僕あの、ミシャさんのカット講習を切ってるところは見ていただいたことはないんですけど。あはい、あの三社さんの理論講習、はい、行かせていただきました。マジ理解できてないでしょ。なんかあの時は正直に手を挙げましたよ、僕だけ、うん、かあのね分からない、絶対みんな分かってないのになんであげねんだよっていう時でしょ。めっちゃ文句言ってました、こいつ先輩に。いや違います。いや絶対あれ僕は本当に正直にあげたのに、みんななんかあえ分かってるみたいな顔してんすけど絶対分かってないっすよ。いや言ってたよね。いや、待って、テレコムの時俺は、あの、あれです。言ってたじゃん、マジずるいんすけど、先輩たちって。いや、僕は素直なんで、分かんないから。まあでも3回ぐらい受けてる子もいたからね。あ、なるほど。ハッシュタグマジ分かんないって言いました。分かんない顔するんで、ね、逆にいいっすよ、あの、教えやすいっす。でもどう教えたらいいんだろうね。ハスタクに教えると、あの教える能力がちょっと上がりますね。あこうやんねえと分かんねえんだみたいな。猿でも分かる感じしねえけど、はい、ちょっと俺分かりやすくさ言う時あるよね、ハスタク、ハスタク用の。はい、あの、まあ、カットもそうですし、スノボもそうでした。そうそれが多分一番劇的進化でした、スノボが。スノボね。ジェットすげえ束出ますね。ジェットすげえ束出るよ。早く発売してほしいんだけど。もう結構ちょいちょいやります。いつっすかみたいな。
いや、まだちょっと、はい、つって本当はね、すいません、もう出てるぐらいか、もうそろ出てるぐらいだったんだけど、実際は7月発売だった。いや、早くジェット使ってもらいたいな。力作なんだ、力作。僕のダンス結構ジェットって言っちゃった、うん、ジェットむずくないですか、僕の長さ。あー、カール入れないんだったらいけるけど、カール入れたら無理かも。そうそう、ね、かき上げるだけとかだったらいいね。あ、なるほど。ハーフウェットとかだよ。あ、ウェットでいけます。あれでもウェットでいっちゃってるよ最近。マジっすか。めんどくさいから。ジェットウェットっすか。うん、あとジェットと専用オーバーもよくやる。ああ、それ良さそうっすね。なんで笑ったんだよ、ジェットウェットの時。面白いです。面白さ求めてねえわはい、じゃあ今日はこんな感じでございます。完成。はい、こっちか。あ、はい、そんな感じで。はい、やかましいな、顔が。すいませんでした顔がやかましい。お母さんに言っておきますそれやめて。そうだよ、それはやめて。はい。よし。はい、どうやって終わりますか。ポイント。あ、ポイント。うん、まあ調整カットなんで、ただ今日はあの2ブロックをあの伸ばし中ということで、ちょっとこうつなげる感じで、あの馴染ませました。で、ちょっとセニングをしっかり目に入れて。調整なんで、まあ、あとは襟足ちょっと結構長かったんで、ちょっとこうキュッと締まるような感じで、襟足には割とレイヤーちょっと多めに入れて絞った感じする、ね、ここが分かるかな。どう、あ、でも分かりますね、鏡で見て割と。はい、うん、で次はちょっとあの今もカラーがかなり抜けきってるのと根元が伸びきってるんで、カラーいけたらいきたいと思います。はい、行きましょう。今日はこんな感じで、はい、はい、こっちどうやって終わらせようかな。終わらせますか、うん、という感じで、はい、今日はアメミヤさんにカットしてもらいました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次はカラーで、はい、色変えてまたセットまで撮れたらなと思っているので、次上げる動画もぜひ見てください。お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。この動画良かったなと思った方はチャンネル登録高評価、あと2人ともインスタグラム、ツイッターやってますので、そちらのフォローと、あとオーシャン東京オーバー、TikTok やってるので、 TikTok 紹介しとく。ちょっとやってみるどんな TikTok。 あ、します。総監督の長谷拓です。副監督の榎木です。はい、あの楽しく更新させていただいております。真面目俺ら真面目やってよ、一個なんかネタ1個やって。ネタ1個、うん、なんか1個ですか。あ、じゃあ、はい、はい、やっていいですか。あ、CM やってよやっていいんですか。やらせていただきます。ジェットジェット、ここにジェット、あなたから、せーの、ジェット発売見てありがとうございますっていう感じな、はい、はい、っていう感じな、やってるので、ぜひフォローをお願いします。終わります。